また船が来てるじゃない？どうも、オナハマ一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日私はこちらの港に遊びに来ております。今日私はこちら、オナハマ港。しかも、工業船が泊まる方の港に遊びに来ております。ああ、今日も海がキラッキラと反射して、とっても綺麗ね。今日も変わらずにやってまいりましょう。うっしゃり、うっご。ああ、なんだかね、私ね、最近ね、疲れてるのよね。ん？なんで疲れてるかって？ちょっと私、今、現代病？現代病ってやつ？ね、カボメさん、現代病って知ってる？現代病っていうのは、どんな症状が出るか、知ってますか？これはね、一人暮らしあるあるなのかもしれないんだけども、ついね、一人で完結してね、過ごしてるとね、SNS だとか、ね、YouTube だとか、ネット記事をね、なんか、無駄にね、見たりしてしまったりして、なんかね、気持ちがね、憂鬱になりがちなんだよね。なんだろう、なんか余計な情報がね、バン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 入ってきちゃって、なんかスッキリしないのよね。だから今日私は、あえてね、そういったネットの世界から隔離するために、こちら、小名浜港にやってきたわけでございますよ。ほとんどのニュースや投稿は私の人生にとってほとんど関係ないことなんだよね。でもなんか知らぬ間になんか侵食されて私の脳みその中が余計な情報ですっごい荒れるのよね。そういったものを一旦リセットするためにはやっぱりここ小名浜港に来て静かな海を眺めながらこういっためちゃくちゃでかいこれなんて言うんだろう強襲丸っていうのかな SKK こういったねでかい私のね世界観にはないねこういった船のね偉大さを感じながらあ世界はねまだまだめちゃくちゃ広いんだなと私はねどんだけ狭い世界で生きてんだろうなというふうにねこう心をねリセットできるわけでございますよ。ほら見てなんかすっごいクレーンが積まれてるわよね。こちらのお船ね、姫路から来てるって書いてあったんだ。でもね、ネットで調べてもなかなかね、情報が出てこなくてね。まあ断片的に推測すると、この止まってるエリアが工業船の船のエリアだから、そして積んでるものもね、クレーンですから、何か工業用のね、船だっていうことは間違いないです。あら、なんだかヘリコプターが飛んでるじゃない？珍しいわね。私もね、ああいったヘリに乗ってね、どこかね、ひとっ飛びしてリフレッシュしたい気分です。ああいったヘリコプターは一体何なんだろうね。マスコミのヘリコプターなのかな？それとも何か軍事関係のヘリコプターでどこか遠くまで視察しに行くのでしょうかね。いろいろね、空をね、気球が飛んでたりするって言うからね。なんだか世話しない時代よね。まあね、そう思ってしまうのもね、自然なことですよね。だってインターネットを経由してね、いろんな情報が入ってきちゃうんだもん。ほら、強襲丸の今日って書いてありますよ。今日はいい日になるかな。ほらほら、見て見て、あそこにさ、輪っかに書いてあるでしょ。兵庫県姫路市の強襲丸の船ですよ、と。さて、一体どんなお仕事でね、来てるんでしょうかね。このチャンネルの視聴者さんは、船に詳しい方多いので、ぜひね、この船さんのお仕事の内容を教えてほしいです。そしたら、今度はまた目新しい船が見つけられました。
あそこのさ、テトラポットのエリアにさ、あんな船あったっけ？なんかいつの間にか出現してんだよね。そう、ここ、小名浜港って、いろんな種類の船がね、やってくるから面白いのよね。ついつい遊びに来ちゃう。そうよね、こうやって何か無心になって眺められるものがあるっていうのはとっても幸せなことですよね。お、今日もマリンブリッジでは石炭を積んだトラックがバン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 走ってますね。なこその火力発電所にでも石炭を持っていくのでしょうかね。安全運転で気をつけていってらっしゃいませ。続いて、マリンブリッジの下をくぐってみると、あちらの、この金網のね、先のエリアっていつも気になるんだけども、ここから先はね、入っちゃダメですよっていうゾーンですから、いつも心苦しいんですよね。でも、覗くことは自由ですから、ね、スケベ魂を燃やして見てみましょう。あそこに、待望って書いてあるよね。待望。これもね、私ね、ネットでね、調べたんだけども、なかなか情報が出てこないのよ。だからね、今回はね、さっきの教習丸といい、この待望といいね、なかなか情報が明らかにならない船を前に、私はモヤモヤしています。まあね、たまにはね、そういった自分を許してあげるのもありかな。何でもかんでもね、ネットでね、明らかにしなくてもいいっていう風なね、そういった気持ちで、これからもやっていきましょうか。あ、そんなこと喋ってる自分はね、なんか病んでるなぁと思ったりね。あ、カモメさん。ね、こんにちは。自由にね、飛び回ってて、とっても綺麗で優雅ですよね。私もあんな風に自由に空を飛び回りたいなぁ。うん、何もう自由にやってるって確かにね。私はもうだいぶ自由にやらせていただいてる感は、自負しております。なんだろうな、この行き詰まり感は。なんだろうな、と思って落ち着いて考えてみたら、私サンシャインマラソンの大会を終えて、何かね、目標を失ってしまったような、そんな感じがします。どうしようかな。次の新たな目標は何かな。どうしよう。ハーフマラソンどこかエントリーしようかな。何か面白いイベントありませんか。皆さん教えて。はーい。いかがでしたでしょうか。現代のネットの情報の波に飲まれて、なんだかモヤモヤしているときに、そんなときはデジタルデトックスをするために小名浜港をプラプラ散歩する回でした。そこのあなたは現代病にかかっていませんか？あなたのデジタルデトックスの方法あったら教えてくださいね。それではコメント返してまいりましょう。ウィズさん、今日は声がさらに可愛いですね。控えめに言って好きです。あら、告白してくれてありがとう。可愛いかしら、そんなに。次の方、チビアンコさん、おはようございます。一人暮らしちゃんはスケボーもするんだね。本当にアクティブに遊んでますね。そう、たまにね、スケボーをしながらね、無になるのはね、とっても大切なことなんです。次、ユーザー ZO さん、三崎公園の水産試験場の駐車場でスケボーやってる人たくさんいるよ。あら、私もそこに混ぜてもらおうかしら。次、亀さん、いわきではもうそろそろ貝が取れる。あ、貝を取りに行こう。今日も見てくれてありがとうね。最後まで見てくれたあなたが大好きです。それでは次回もお楽しみに、また見てね。バイバイ。今、一瞬見えたよね。私は、福島県いわき市、に暮らす独身 OL。今晩は、カレーにする？お風呂にする？それとも、私は、福島県いわき市、に暮らす独身 OL。いわきのスーパーには、とんでもない、お宝が眠ってるの。ほら、今日も、見つけた。何あれ？
私は福島県いわき市に暮らす独身 OL、 今日も変わらず小名浜散歩。おや、あれは何の鳥さんかな。私は福島県いわき市に住む独身 OL。 これ何の建物かわかるかな。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 今日は駆逐艦サワカゼのタービンを見に来たよ。すっごく大きいね。びっくり。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 今日は21世紀の森公園に河津桜を見に来たよ。わあ、春満開、綺麗だね。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 電子レンジから火が出てるのは気のせいかしら。あ、消えた。いただけただろうか。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 わあ、カモさんかわいい。私とカモさん、どっちがかわいい？私は福島県いわき市に住む独身 OL。 きゃー、見ちゃいけないものが映っちゃったかも。マラソン女子、気持ちよい。でも良いかしら。私ね、一度でいいから海外で暮らしてみたいの。それもできれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいな。え、なんでタイかって。それはね、物価がリーズナブルなところと、日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い。一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメールもしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。気分次第です。僕は敵を選んで戦う少年。叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってた。そのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願って、もうどうしようもなくなってスケベんだ。明日よ明日よ、もう来ないでよって。そんな僕を置いて月は沈み日は昇るけど、その